以前、まあ僕の YouTube にも出ていただいた友人から聞いた話で、東京都内のとあるホテルで怪奇現象が起きると。内容としては夜中に、まあ非常階段らしきところに通じる大きな鉄の扉がバタンと閉まる音がして、その後、部屋の扉をドンドンドンと叩く音がしばらく続き、静かになる。という怪奇現象が起きるホテルがあるという話を聞いたんですね。で、それが東京都内にあるということで、結構前のお話だったんですが、今でもその現象が起きるという噂があると聞いたんです。で、せっかくなので、まあそのホテルに僕が一泊してみようかということになり、まあ、合間を見て一人で泊まったんですね。で、それ泊まってみたところ、まあその言われていた部屋の番号を言ったら、本当にその部屋でいいんですか？っていうことを言われたんです。はい、僕は全然構いません。むしろそこでお願いしますっていうふうに言って、そのホテルのその部屋で泊まらせていただいたら、夜中、まあ、定時になっても何の音もしなくって、で、まあ何も起きないのかなというふうに思っていたら、遠くで鉄の扉がバーンと閉まる音がして、あ、来たと思って、思わず廊下をガチャンと見たんです。そしたらまあ誰もいないですし、まあ僕が見ての話ですが、幽霊すらいなかったんです。あれ？人も幽霊も何もいない。どういうことだろう？やっぱり風の音なのかなと思って、ガチャンと部屋の中に入った瞬間、僕の部屋の壁がドンドンドンと音がしたんです。うわーと思って、でもおかしい。外に幽霊もいなかったはずだ。と思って後ろに後ずさりしたら目の前に男の人が現れたんです。どういうことかというと、僕は、玄関を目の前にこれぐらいで見てて、スッと後ろに引いた瞬間、玄関の方、まあ、入り口の扉の方を向いて、中から扉に向かって、トン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 と叩いている男の人が現れたんです。そう、亡くなっているその男の人を重ねてスッと僕は通り過ぎてしまったんです。で、うわぁ、中から叩いてたんだ。でもこの人必死に外に出たがってる。なんでなんだろう。しばらくその光景が続いた後、その人はふっと消えていなくなりました。次の日、一応ホテルのフロントの人に夜中怪奇現象起きましたっていう話をして、ここってなんか昔あったんですかって聞いたら、まあ、一応ホテルが建つ前だか、さらにもっと前だかに、その場所で火災があったらしいんですが、特に亡くなった人とかはいないはずですよ。っていうふうに言われたんです。ですが、あれは明らかに逃げ損ねたというか逃げたいという気持ちだったような風に僕には見えました。本当に死者が一人もいなかったのかどうか、今でも気になって仕方がないという。しかし、まだその真相は闇の中。おそらく一生わかることはないんだろうなというお話でございました。